はいかーいということでね、俺は隊長第3話桜大戦第3話俺は隊長失格のパート3でございますね。パート2では戦闘パートでボコボコにされて、子供を助けに行ったらね、気がついたかね、どんなメンツだよ。子供を助けに行ったら刹那だっけ、あいつにまあ、ボコられてる間に逃げられると取り逃がすというその後セーブっちゅうことでついにお前は我らの手に落ちたのだ。耳の位置すごくない？大神一郎、これで帝劇も終わりだな。終わりだな。なんだと？手足が動かない。さて大神君、私の優秀な助手を紹介しよう。ヤッホー大神はん、ほんまええざまや。どうだね大神くん、語るったらないもんな。かつての部下によって改造される気持ちは、改造されたらさ強くなるぞ。何をするつもりだ。我らの手によって改造され、クロノス界の新たな手先となる。ショッカーかよ。なんだと。さあ、ショッカーっていうか怪人になるわけか。お前の腕を振るって新たなる同志、ここで改造を受けたまま意識を持って逃げ切れば仮面ライダーになる。仮面ライダーのその シナリオってよくできてるよな。その最初の仮面ライダーになるための動機づけというかさ、敵の手に落ちて敵の手に落ちて改造させられてその復讐をするっていうその流れ、改造ね、仮面ライダー、なんか桜大戦2でなんか改造じゃないけど昔のアニメ的なものなかったっけ、ラジオみたいなのあったりして、うろ覚えだけどそんなあった気がするな。だから黄金バットとか仮面ライダーじゃなかったと思う、月光仮面とかさ、そういうテーマのなんかお話があったんだけど、お話というかミニパートがあった気がするな。やめてくれっていう夢でした。これ夢じゃないと思うやつなんかいねえよ。神さん、大神さん、どうだい。生き返った。つうかさ、この帝劇には病院ってものがないの？帝都には。あの子はどうなったんだ。何度も俺、まあそうか、これが大神さんの良いところですよねこれが俺の好きな大神さんだな。やっぱりああいうところで飛び出していって、そして子供の心配をする。たとえ偽善と言われようとも、プラスマイナスで言えばもしかしたらその機体の損傷とか考えたらね、マイナスかもしれないし、敵を取り逃すという面ではマイナスかもしれない。しかし目の前でそういったことが起こったらやっぱりね、医務室のポット、やっぱ助けに飛び出してしまう、そういう熱い男であるべきだ大神一郎は。少し痛むな薬を。薬だよ、何かの痛み止めかな。なんだこれ、苦すぎる。こんなこともあろうかと、うちが外れ特効薬や、心配やらへん。それもなんか急に体が猛烈に眠くなるという副作用もあるけどな。これさ、これあれかい、大丈夫、ピンピンにしといたら、もしかしたら午前中動けたとかあったか、このせいでなんか間違えたかもしれん。イベントすっ飛ばしたかもしれない、今のでちょっと弱気なコメントをしたことが。弱気な人は嫌い。
なんだこれ、うん、なんだろう、誰かがそばにいる。あ、そうか、マリアいなかったな。額に手が、冷たい手だな。でも心地いい。行ってしまった。あの冷たい手、誰だったんだろう。マリアでしょ、いなかったし、さっきの場面にいなかったし。やっぱこの桜大戦という作品でもってだな、あのリーダーっていうものが何たるかを教えられるような。ご覧か。コーランの夢を見たよ。意識を失っている時、コーランの夢を見たよ。それは言えないな。言えないな。お、サイエンティストの鏡。けどな、人間については何もいじらんのが一番ええと思うとる。人間すんのが一番や。ほう、そうか。トランスジェニックマウスとかな。キャスパー9とかさ、なんたらキャスパー9とかさ、最近は遺伝子をこう簡単にこうねいじれるからな。めっちゃ薬の作用で本来の力発揮できてないんだよ。何もできてない大神さん。三日三晩。おっと、マリア、どうしたんだい。ちょっと取り上がったものですから。多分めっちゃ美人やで。こうこれだけどさ、マリアとかめっちゃ美人やで。背高いし、髪は金髪やし、目は青いし、顔立ちもシュッとしてるし、の割にピンとこねえのはなぜなんだ。なぜ飛び出してきたんですか。責められる。なぜあの時飛び出したりしたのかとお聞きしてるんです。それは子供が勝利、これだけは言わせていただきます。この辺の質問を全部フルボイしてたの。今回の作戦での戦闘での勝利の負傷は勝利自身の責任です。そればかりか民間人に気を奪われたばかりに敵をみすみす逃してしまった。その結果、より多くの市民の命が危険にさらされることがあなたにはわからないんですか。それは違うか。俺にはあの子供を見殺しにすることはできない。俺たちは帝国会議団の妊婦は帝都市民の安全を守ることにあるはずだ。子供一人助けられなくて何が敵だ、何が花組だ。熱くなってはダメなのか。そのような短絡的な思考がこのような結果を招いたのですよ。大したことないじゃんか。別に民間人一人助けられたんだしさ。民間人一人のために花組の隊長が命をかけるなんてナンセンスです。一理あるかもしれん。言い過ぎだぞ。では仮に子供は助かって代わりに少尉が死んだとしましょう。少尉、あなたはそれで花組隊長としての責任を果たせたと言えますか。マリア、君の言っていることは戦士として軍人としては正しいのかもしれない。子供を見殺しにするなんて、しかし俺にはできないよ。もし少尉が死んでしまったら、あの時と同じなんです。一時の感情に流されて対局を見失うようでは指揮官は務まりません。大神少尉、あなたは隊長失格です。頑張って子供を助けて浮かれてたら、このハンマーで頭を叩き殴られています。俺は間違っていたのか。いや、マリアにも一理あるんだよな。いや、マリアにも、いや、どっちがいいんだ。これ正解の選択肢あんのかな。いや、隊長たるもの、ここは
俺は間違っていない。あの時子供を見捨てていたら俺は一生後悔し続けただろう。そしてそんな花組であってはいけない。でなければ士気も下がるというものよ。たとえ自分の身が砕け散ろうとも、守るべきものは守る。その上でなおかつ勝つ。当然だな。なんで怒ってんのさ。なんでやねん。こんな周りが嫌いだな。早く元気出さないと一生口聞いてやらないからな。隠れる。隠れてええんか。隠れなくていいんじゃないか。なんとか見つからずに済んだよな。いかが頭が急に走ったのがまずかったか。なんか面白い回だよな。この回はなかなかスリリングで楽しい。俺はおー、おがみ、おめえは明日からお払い箱だ。こちらが新しい隊長さんよ。アイリスじゃないか。おがみさん、あなたに失望しました。勝利、あなたは明日から我が神崎の下働きですわ。そんなものか、期待して損したよ。早いとこ改造しとけばよかったな。体調失格ね。体調失格ですわね。必要ないもの改造しよう。体調失格だな。みんな、みんな、勝利、あなた、あなた、マリアが泣いている。これは、定点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 、てててん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 。名教師水の心意気で俺のこの手が光ってうなる。お前を倒せと轟き叫ぶっていう名教師水の心意気に テレレレレーか、あれ迷宮止水の BGM ってテレレレーの方だっけ。わかんねえよ。何言ってんだかわかんねえよ。俺が何言ってんだかね。テレレレレーってって、あ、だめだ。BGM をなんかすぐ言える人すごいな。俺はそういう才能ないわ。てて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 てだな。てれれれれってやつ、あれか。あれは、あれはスーパーモードの方の BGM か。全然話が頭に入ってきてないぞ。スーパーモードの方でしたね。俺のこの手が光ってうなる。お前を倒せと、とどろき叫ぶ。とりあえずマリアを探しに行こう。なんとなくこの辺のテラスにいそうな気がする。じゃあサロン、ここまで通り過ぎてていなかったのがサロンにはいないと思うが、まあとりあえずサロンいないですね。売店、おっと誰かに会った。誰かな。おっと、あれマリア、すぐ会った。待ってくれ、もう私に構わないでください。俺の話も聞いてくれ。俺の話を聞け。
少しだけでもいい。帝国歌劇団立花マリア。どんな？ロシア革命の闘士。どんな技術力なんですかね。クワッサリーとでも呼んだ方がよろしいかな。クワッサリー。革命の闘士クワッサリー。一体何のことだ。貴様の正体、我がクロノス会が見破ったり、正義を守る帝都の戦士とは。昔大正時代とかでさ、それだけ調べ上げるのってなかなか大したことやな。今みたいな情報化社会じゃないからさ、ググって見つけられないもんな。すごくない？空にこのモニターがあるとどうなってるんだろう。まあ濃い霧をやればね、濃い霧をこうかければこうプロジェクターみたいな感じで映せるよね。そういうことかな。消えた。あのなでしこの通信システムの同じやり方な。クワッサリーってこれが正しい選択でしょう。クワサリって何のことだい。テレレレン。根掘り葉掘り聞いていく。大丈夫です。ショイは私があんな挑発に乗るとでも思いますか。ではショイ、失礼します。挑発に乗りそうですね。マリアに会うの早すぎなかった。もっと。これでええんか。あの夜の動きもさ、他のところ行ってから行くべきじゃなかった。こう言ってもすぐ会っちゃってる。まあいいか。じゃあ今日はここまで。もうセーブポイントがないんだが、どうしようかな。変化説明封鎖するよだね。じゃあこちらに、こちらの方に。隊員の状況、多分マリア結構高いよ。普通かい。じゃあまあここまで。次回桜大戦、おそらく次回で終わると思う。終わらなかったらもう終わらなかったとしても、もうベシッと全部あの行くから20分になるか30分になるか40分になるか、もう次回で終わらせ、4つ4パートで終わらせるからね。じゃあまあ、次回は楽しみにということで。ほなまた。